皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、18時、25分。今日動画をエクスポートして、アップロードする予定だったんですけれども、昨日、河川の撮影行きまして、どのあたりをダム化して、まあ、高いところに今まで、電気を使用して、ポンプ場とかを使用して、組み上げてたところを、まあそういう水洗を送ることによって、電気を使わずとも、まああの、向こうの方とかはそうですから、あの、大きなタンクのところがあって、千狩り貯水池は満水でも、200メートルないんですよ、青のダムは。だから昨日撮影しに行ったところっていうのは、まあなかなか重要なところで、まあダムの下に濾過器があって、で、浄水場があったとしたとしても、まあ、ある程度水圧の部分もありますし、まあ、砂防ダムの高さが288メートルよりも高いところに、設置しますので、まあ、300メートル以上あるので、まあ、大丈夫なんじゃないかなというところですね。で、ただ、その、今日新しくパソコンを買いました。7コア 16GB で、SSD が 1TB という非常にまあ高性能のものなんですけども、これはあのちょっと理由ありまして、4月末のですね、電気代と通信料込みの引き落としなんですが、かけ放題プランなので、電気代がすごくかかっていたと。で、その金額が2万5000超えてたんですよ。で、その、まあ、裁判用の書類を作ったりだとか、まあ、その、主にやっぱり動画とかですよね。その、パソコンをこう、特に動画をエクスポートをつなぎ合わせたりするときに、やっぱりパソコンで結構電力を使うんですね。まあ、時間もかかりますし、つなぎ合わすの。長いときは、2時間ぐらいかかったりします。まあ、低層、低性能のもので、行うと。で、まあ、先々のことを考えたら、ちょっと高性能のパソコンの方がいいかなと。で、またちょっとね、そちらの方は新しいエクスポートの仕方、動画のつなぎ合わせの仕方など、その画面がね、今まで使ってたものと違うので、ちょっとまだ、扱いづらいところがあるのと、一応従来のものでもエクスポート動画のつなぎ合わせは出来上がってるんですよ。で、ちょっと今回は、容量が大きくて、表示では 11GB を超えてるんですけども、まあ、それ画素数とかなんですよ。で、まあ、綺麗に見れるように、ある程度の画素数で、撮影したと。まあ、そういった部分等で、11GB を、超えてたんだと思うんですけども、それが、スポーツの試合の時間帯だから、かもしれないんですけども、USB メモリーに、まあ、移すことができなかったと。まあ、それ、Wi-Fi 繋いでないんですけども、ちょっと容量が大きすぎて、移すことができませんみたいな表記をされてたんですけども、その辺のところがね、ちょっとよく、わからない部分があって、まあ、ただ、証拠等になったり、まあ、河川の撮影とか、何か見えづらかったら、やっぱり役立たないじゃないですか。はっきり見えた方がいいですし、まあ、特に証拠になるようなものとか、例えば僕の指の傷とかの部分もそうですし、だからその辺のところでね、まあ、こういう風な、わかりますかね、ピントこっちに合ってるのかな。ちょっと待ってくださいね。指がこう、ひび割れてるでしょ。なんとなくちょっとぼやけてるけど、なんとなくわかると思うんですけども、近づいたらダメか。これね、結局、ゴジラがこう、体とかひび割れていて、赤くなったりしてるじゃないですか。赤く光ってるところ。部分とか、結局、僕が昔もこういう風な目に遭っていて、まあ、そういう風な、内容まあ表現してるんだと思うんですけども、ちょっとまあ今回は以上です。またどうか誰か通り過ぎたのでちょっと気になるんで、ね、一応見てみます。以上です。動画明日にアップロードできたら、アップロードします。河川水門会社生発電の方ですけど、ああもう見えないですね。